はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ラーメン会ということでお伺いしておりますのが、茨城県内でも何店舗もねあるような本当に人気なお店、紀元門さんというラーメン屋さんに訪れております。こちらのお店さんはですね、先日もマックスさんが結構限界まで食べるチャレンジみたいな感じで何杯もね食べる動画も上げたりはしているので、大食い好きの方であれば知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、今回僕はですね、マックスさんのように限界チャレンジというわけではなくて、せっかくなのでね、この紀元門さんのいろんなメニューを紹介できるような動画にしたいなと思っております。で、本日はですね、一応5杯から6杯程度ラーメンをですねいただく予定となっておりますので、早速ではございますが、こちら紀元門さんの美味しいラーメン作っていただいて食べていこうと思います。で、こちらの紀元門さんなんですけれども、こんな感じでラーメンを頼みますと5種類のチャーシューから選べるみたいでして、今回はですね、メニュー等もお店さんにお任せしておりますので、そのメニューにはこのチャーシューが美味しいよというお店おすすめのですね、この組み合わせで食べていこうと思います。ということで、本日ですね、1杯目が到着いたしました。こちらはですね、煮干しのラーメンなんですけれども、もうね、配膳された瞬間から、このね、煮干しのいい匂いを、早速ですね、こちら、いただきたいと思います。いただきます。うまそう。しみるなぁ。またね、この全粒粉のストレートな細麺に煮干しのいい香りが合うわ。これは美味しい。で、今回ですね、こちらの煮干しのラーメンにはこの低温チャーシューを合わせていただきました。ちょっとね、時間経かってるんで火は入ってるんですけど、しっかりとね、低温の柔らかそうなチャーシューでございますよ。うまそう。やっぱりこういった煮干しにはね、メンマの香りが合いますので、これね、合わせていただきましょう。最後、今日も味玉です。ということで、もうすぐです、ね、こちら一杯目のラーメン完食でございます。ごちそうさまでした。ということで、このままですね、2杯目作っていただきましょう。こちらのね、紀元門さんなんですけれども、もうオープン当初から煮干しを使ったラーメンと名古屋コーチンを使った鶏そば、この2本がメインのラーメンとなっているみたいでして、やっぱりね、メインなだけあるわ。ものすごい美味しい、ね、煮干しもなんかね、こうえぐみが全くないし、すごく澄んだ丁寧に取られた本当に煮干しラーメンっていう感じで、塩分もね強くないし、優しいラーメンで、なんかね、好き。はい、お待たせしま
ました。ありがとうございます。名古屋コーチン醤油のローストソースのチャーシューですね。ありがとうございます。いただきます。はい、うわぁ、うまそう。ということで本日2杯目ですね、名古屋コーチンを使ったラーメンということで、もうねこれスープは鶏、チャーシューは豚と動物満載の美味しそうなラーメン。このラーメンもね、配膳からこの鶏独特のさ、甘くて美味しい匂いしてますんで、いただきます。とは違って、ちょっとこっちの麺は気持ち細麺なのかな。丸鶏のいいこの肉の旨味が出てるわ。フォークもちょっと絡ませますか。鶏も煮干しも共通してめちゃくちゃ丁寧に仕上がってるわ。いわゆるね、鶏の臭い感じとか煮干しのえぐい感じ、そういった部分は一切ない。お店自体もね、まあもちろんカウンター席もありつつ、テーブル席がかなり多いので、この味だとね、ファミリーのお客様とかお子様連れで来れる、その気持ちがわかるわ。で、これね、店頭のね、自販機で買ったものは店内も持ち込み可能でして、今回はね、黒ウーロン茶いただきたいと思います。はい、お待たせしました。ということで、本日あっという間の3杯目、いただきますのが、真空そばというメニューでございます。もうね、見るからに先ほどの2杯とは違って、極太麺が入っておりますが、早速ね、こちらもいただきたいと思います。今回はね、これ炭火焼きチャーシューがトッピングされてまして、まあ、チャーシューの周りはね、若干その香りの違いがあると思いますので、これ離しつつ、うわ、めちゃくちゃ濃厚じゃない？おお、うまい。煮干しがメインの動物も入ったような、いわゆる濃厚煮干しタイプのラーメンですね。うわ。うま、そうするとやっぱり、うん、そうだよね、この太麺でもめちゃくちゃスープ絡んできてますわ。いや、これも間違いなくうまいな。いい辛み。そしたらもちろんこちらのラーメンでもね、贅沢にこの炭火チャーシュー巻いて麺いっちゃいましょう。うわ、贅沢、これうま。またこのチャーシューの炭の香りもかなり強いね。
最近さ、煮干しの撮影すると思うんだけど、食べ終わってからもぐいぐい飲んじゃうんだよね。僕煮干し好きですわただいま連続でですね、3杯ラーメン系をいただきましたので、この後はまぜそば系となります。エビまぜそば、塩エビまぜそばのマラチャーシューですね。ありがとうございます。いただきます。うまそう。ということで本日ですね、4杯目のメニュー、こちらエビまぜそばでして、こちらのメニューもですね、醤油や塩選べるんですけれども、塩になっております。ちょっとトッピングにね、見たことないものが入ってるんですよ。これなんだろう。なんだ、めっちゃエビの味がする。うわまた混ぜると一気にエビのいい香り。またこれも丁寧だわ。しっかりゆっくり食べてるつもりなんだけどさ、もうないのよ。今日初のバラチャーシューいっちゃいましょうか。エビの香りこんなに強いのに嫌な部分全くないな。生臭さというか、うまっ。いやなんかね、すっごい不思議な混ぜそば。混ぜそばとしてのこのガツンとした部分はしっかりあるんだけど、エビ自体はね、すごく上品な丁寧な風味の出し方なんで、食べ応えはあるんだけど、上品なね、麺類を食べているかのような、いやなんか不思議、結構初体験かも。ということで本日の5杯目、いやもう5杯目か、早いな。次にね、いただきますのはこちら、肉まぜそばというメニューでして、このね、とんでもなく肉が贅沢に乗ったまぜそばに、これ、ね、セットでご飯やスープ、ニンニクもついてきております。じゃあちょっとこちらの肉まぜそばもいただきます。これはね、もう混ぜるでしょううまそう。角煮のような甘辛いこの匂いがもう立ち上ってる。じゃあちょっとね、一発目からこれもうチャーシューも絡めちゃいましょう。うまっ。うん、最初の匂いはね、ちょっと甘辛い感じだったんだけど、混ぜてみるとこう醤油系、ガツンとした甘さは控えめなんだけど、いい香りするのよ。もう残り半分ぐらいになってますんで、このあたりでこの付け合わせのニンニクと、うーわー、いやちょっとこれはずるいでしょう。あ、もう反則的ですね。うまそう。それうまいって。
今日一番のパンチ力、もうガツンと食いたい人はこれだね。そしたら最後はね、この余った具材にこのね、ご飯をドンと。もうこれは間違いなくうまいでしょう。ということで最後にいただきますメニューがこちらですね、本日の限定で販売しております背脂チャッチャゲーということで、ね、器の外までしっかり背脂の効いた一杯でございます。いやー最後ね噛み締めていただきましょう。今まで食べたスープとは全然別物。かなりね、昆布とかが強いね。いっちゃうか。チンタン系だけどパンチあるな。で、今回最後にいただきましたこのチャーシューね、まだ食べてなかった直火焼き燻製チャーシューでございます。でね、これもニンニクついてますんでちょっと入れちゃいまして、おーパンチで、あっという間、もう最後このチャーシュー、よっしゃ。ということでですね、本日はこちら紀元門さんでお店おすすめのラーメン等をですね6杯も食べてしまいました。全メニューですね、違うものをいただいたんですけれども、本日いただいたメニューの他にもね、まだ未食のメニューございまして、でしかもね、チャーシューも、まあ、5種類あるということで、初めて来たお客様はねどれ食べようかなって迷うかなと思うんですけれども、このメニューだったらこのチャーシューが合いますよと、お店おすすめの組み合わせをご紹介させていただきましたので、ぜひですね気になる方はこちら紀元門さんで僕がね本日食べたこの組み合わせでラーメンをね食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらはですね、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで、痛い。本日もありがとうございました。ちょっとですね、娘が、保育園からもらってきた風邪がですね、家中に蔓延しておりまして、僕も見事もらいました。で、喉、鼻、死んでるんで、今日は、雑談コーナーお休みで、いや、まあ、ぜひね、お店さんのご好意ですので、紀元門さんね、行く機会があれば、チャーシュー増してね、美味しいラーメンサービスで、食べてください。はい。